ジャンボジャンボバチ懐かしいやろ、ジャンボバチマイティジャムロックのジャンボバチです。あ、うん、知ってる。あ、知ってる。もういいですはい、ワイテオチャンネルママです。ママテオです。はい、今回は今回はですね、はい、ポータブル冷蔵庫アイスコーアイスコーを使用するにおいて、これちょっと電力不足発生すんじゃねえみたいな。するよな絶対。そう食うもんね。そう、うん、結局はまあポータブル冷蔵庫やから、うん、電気常に食い続けるわけです、使用してる限りは。そうですね。だからこれ電力不足来るんじゃねえみたいな。はい、もうええでしょ星とんな、もうええでしょ。付き合ってもらってありがとうございますということでね、これ、はい、こちらちょっと全体像はちょっと映ってないけど、うん、ちょっと画角的にサイズがでかすぎて、はい、はみ出てる。そう、これ、うん、ソーラーパネルです。いやー、すごい。バイテオチャンネルソーラーパネル導入しました。すげえ。なんかもう電力系キャンパーになってない電力系、電力会社系キャンパーです会社ではない電力会社系キャンパーですファイデン、ファイデンファイデン、ファイデンファイテオ電力、はい、いやもう今日なんか晴れすごいやん。そう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 、太陽がガンガンもう給電しててる。給電しててるもうこの地球上のエネルギーも全部集まってる感じ。もう元気玉やね元気玉、もう悟空がおるんやね、ここに。そう、悟空、悟空、ご飯、ご天、父もおる。はい、で今回紹介するのが、はい、ね、EBL、はい、ソーラーパネル。お、これ200ワットです。200ワット、折りたたみ式の太陽光パネルソーラーチャージャー、うん、すごくないですかこれ。ポータブル電源充電器、MC4 高出力ね、急速充電、IP65 防水防塵、環境に優しい、お超薄型コンパクト軽量スタンド付き防災グッズ、車中泊アウトドア、全部読んでるな。緊急停電対策、もうええでしょっていうやつですわ。読んでる、ただ読んでるだけそうそうそう、折りたたみにするとこの1枚のサイズになるんですよ。めっちゃペラペラやったな、1枚のサイズ。なんのカバンかな思ったもん。そう、カバンに見えるよ、うん、で吊り下げ用の穴もあるし。あ、吊り下げれるんや。そう、で、スタンドがついてるからこうやってね、ああ。もう太陽に向かってそうやね、立てれちゃうと。100ワットもあるね。100ワット半分だよな、知らんけど。おー、え、これは200ワット。これ200ワットっす。あー、そういうことね。これは畳んだまま使えたりするの？例えば2分の1だけとか。2分の1だけでも多分いけるんじゃ。見えてる部分で電力を。そう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 、そうやと思いますよ。太陽光集めて。太陽光集めてね。長さがね、もうほんま長いですよ。お、2.43。やば、私よりちょっと高いやん。そう、2m43 ですわこれ。俺43プラスぐらい。めっちゃでかいやん。チェホンマンがでかい。尼崎のチェホンマン。前な、180センチぐらいあると思ってた言われてそうそうそう。なんかこう画面越しで見ると大きく見える。実はあったらめっちゃちっちゃかった。ミニマリストやな。で、幅が。うん、まあ高さやな、まあこっち高さになるのかな、うん、まあ一応幅 0.53 53cm。 ほー、で、まあ高さっていう表記にされてるけど、まあこの厚みがもうさ、まあ約1cm。 1cm、 1cm。 あ、畳んだ状態でってこと。おー、確かに 1cm や。で、この商品のね、重量が8kg。やっぱり重たかった、持った時ちょっと重いんすよ。うん、うん、重いな。ほら、ポータブル冷蔵庫合わせたらもう20キロやんか。
そう、だこれともポータブルはそのコンパース22キロ、えぐいな、22キロ、えぐいな、通りでなんかガソリン、マジ減る早かったわ、早かった、うん、みるみるなくなってたもん。あ、それはあれか、ネビ割りだけ。いやでもすごいな、ソーラーパネルもな、あのポータブル冷蔵庫と一緒で、あんまりその購入まで至らんかったん、今まで。確かに、うん、一応なんかそれなりにこと足りてたもんな。そうそう、このポタデンだけでね、 100% 持ってったら 100% で行って、うんうん、2日間でも使い切ることはなかったんじゃない。確かに。でもふーちゃんが来てドライヤーとか使ったら、ドライヤーやばいやん、携帯に、うん、アイロン、あとアイロンとヘアアイロンな、冬は電気カーペットじゃないか、電気毛布、電気毛布ね、うんうん、もうそれも言ったら中で使って、そうやな、でまあまだ多分 30-40% ぐらい余ってんじゃないみたいな感じだったもんね。ほんなんこれからこれ持ってったらさ、天気こんだけ晴れとったらもう永遠にこうポータブル冷蔵庫使えるってことや。使えます。そう、そういうことなんですよ。すごいな。じゃあもうあの電源サイトとか別に気にならんな。そうで、よく思い返してみて、昔さ、うん、やり始めた頃って、うん、ポタデン持ってなかったやんか。持ってない。だから冬はもう絶対電源サイトオンリーやねん。確かに懐かしい。もう電源サイト行くことないんじゃないですか、これあったら。あったらな、いらんもんね電源。いらないね、はい、まあでも、まあ、これを揃えて電源サイトじゃなくていいですわと、いや毎回電源サイトでこの設備使いますわ、どっちがコスト的に安いねっていう話だけどな。そうね、それはそうや。それはもう電源使用料とか、ね、500円とかじゃない、うん、いや今だいたい1000円ぐらいかな。1000円か、じゃあ10回行ったら1万、1万、100回行ったら10万、100回行ったら10万、いや220回行かなかった。220回行って元取れ。いやでもね、キャンプだけに関してはそうやけど、もし自然災害とか、要は停電しましたとか、自然災害でソーラーパネルあったら暑いな、多分。ちょっといやらしい話、電気を売るっていう、いやらしいな。ちょっとどころちゃうで。もうね、火事場泥棒みたいな考え方してるやん。電気を売る。いやもう電気はもうそれはもう分けてあげてもうええでしょ。やらしいわっていう、よこし、ね、よこしまやな。人もおるわけじゃないですか。まあ世の中にはねおるかもしれないけど、まあでも俺はいないと信じたい。そうやったらもう、自然のもんやから太陽光なんて、あ、はい、どんどんもう皆さん充電しててくださいって、ホタテもね。そうじゃなくても操作してあげてよ。そうじゃなくてもこれさえあれば勝手にね、どうせにね、やぐえやぐえ言うて最悪って言うとたんですよ、お前言わない。すぐあの SNS 上にさらさせていただきますので。すごいな、でもほんまに、うん、いやだってうちらって電気を買って毎日生活してるわけじゃないですか。でもこれがあったら、無料ですよ。買う側から売る側へ。もう売る、そこはもう切り離してください。もう自己発電ですよ。まあ、パイティアチャンネル的にはもうね、じゃあまあ どれぐらいの晴れ度で何分したらどれだけ充電されましたかっていうのはもうやりません。やらへんのか、やるんか思ったわ今。それはもうやりません。いやでも今さ、これつけ始めて何分経った？今で10分ぐらいかな。10分ぐらい、それで10分前が48やって、今51、51、51まで上がってます。し
かもこれポータブル冷蔵庫使いながらやから、そう10分でおいおい2かよって思うかもしれないですけど、もう常にあのポータブル動かし続けてるんで、もうずっとうおーい言うて、うーん言うて、誰温度分かってんねんで言わないことはずっとしてる、うん、それでも使い続けても増えてってんもんな、うん、増えてってんの、ざっくり、うん、そんな感じです。こんな晴れてる時にね使うと、ちょっと何分で何本とかはもうほんまにちょっとだるがってるやん。いやもうだるいとかじゃなくて、だるいとかじゃなくてもうそうやん、パイキャオちゃんねんが、まあそこはもうガジェット系の方にそ う, そう、あの詳しくやってる人が多分いてると思うんで、うんうんうん、あの雰囲気ゆる、うん、い感じで雰囲気を伝えるやってます、やってます、うん、こういうことに使ったらいいんじゃないのとかね、あのゆるーくゆるーくでいいよっていうね、ゆるくでいいよでよろしかったら どんどんあのアンケートの方ください。取りに取るなってまあでもやっぱりそういうなんやろうな、ソーラーパネルってどうなのどうなんよって思ってる人結構おると思うねや、あのこういうやっぱキャンプブーム終わりそうで、まだ全然終わってないから、もう大体の人がギアって買い揃え終わってると思うねやんか、次の段階と思ったらやっぱり災害とかキャンプとか全般に使えるようなこういうものって需要あると思うねや。確かに、うん、最近災害もみんなちゃやっぱり気になってきてると思うから、やっぱこういうのもそうやし、人間もそうやし、やっぱおテント様アピールは生きていけないっすよ。誰やねんお前モグラか一体誰なんだよ。やっぱりおテント浴びながらじゃないと行かれへんし、あのテントさ見られへんような生き方はね、したらダメしたらダメってしたらダメよ。やっぱな、人間は光合成して生きる生き物ですから。そうですよ、うん、ビタミン D ね、ビタミン D やったかな。そうね、あのまあ私とかはもうメラニンがもう気になってしゃあないから、健康にもいいからね、やっぱりこの太陽浴びるっていうのはほどほどにね。ということで、はい、どうでした。まあ、今日初出しやねんけど、うんうんうん、まあ、これからもどんどん使っていきたいなと思う。使っていこう。ほんでなんか日本一周とかしよう。なんかできそうな気がせん。ママさんが。あ、え、あ、車とかで。車で。ああ、車でびっくりした。車でこういうのあったらさ。なんかリアカー引いていくんかな。せやろ。なんでやねん。トップアスリートや。なんでやねん。なんていうの、東北まで行ってみるとかさ、それも最もフィジカル、最もフィジッシュ、あ、言ってる言ってる、ブリビティングね、誰でも覚えて持ってるやん、あなたがまあ、そうやな、こう点々として行けるな、うん、何日かかけてキャンプして帰ってくるみたいなの可能やもんね。そうやろ、今までやったもん、バックリアクションも家帰って充電してみたいな、そうやろ、それがどうでしょうね、社会人ですね。ただでさえ俺休み少ないから。もうあのなんていうの、ゼロ円生活みたいにさ、食材だけ買って、八重地巡って。食材もろて、近所の人に。なんでもらうねん。買ったらいいやん。なんかそういうのもさ、できそうな気がするやん。こんだけあったら。まあやらんけどね。はい、ということでこんな感じで、そうですね、まあ、そういう夢も広がるよっていう、広がるよっていうね、夢も見れるよっていう、夢を見ようよっていう、いや誰やねん、これを買って夢を見ようよっていう紹介、動画でした、動画です、動画です。雨の時は無理やねん、はるた、もし曇りでも雨は全然集まらんと思う、まあ、せんことはないと思うけど、やっぱりこう晴れてる時が一番パワー発揮する。全然出んやろな、曇りの時は。
言えや。そこまでやったら言う。発声言葉を。もう一回。そういうわけで、ね、今回はこれ太陽光折りたたみ式太陽光パネルソーラーチャージャーの、うん、紹介動画でした。素晴らしい、はい、気になった方ね、あの概要欄にリンク貼っときますんで、まあチェックしてみてください。うん、見た方がいいと思う、はい、結構ね、あの安くなってます。おお、はい、お1万円ぐらい下がってるかな、値段が。おお、じゃあ買い時ですね、今。買い時ですね、うん、また、はい、載せときますんで、ぜひね、ホタテ持ってる方、どうですか、どうですか、すえ寿司食べたいちゃうやろ厚しどいね、寿司三昧やろ寿司食べたいじゃあ以上ですね、はい、はい、じゃあ今回の動画は以上で、また次回の動画でね、チャンネル登録、高評価もお願いします。忘れずによろしくお願いします。じゃあ以上です、はい、また次回の動画で、次は何の紹介なのかな、ね、どんどん、ね、案件ください。やめろ、いっぱい来たどうすんねん忙しい方がさいいやん。次回の動画で、はい、お会いしましょうバイ、 Thank you。